はい、どうも、ゆうしんです。今回は卒業生のインタビューということで、海城中学の卒業生にお越しいただきました阿部くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはね、ちょっと軽く自己紹介をいただいてもいいですか。海城出身の阿部と申します。よろしくお願いします。まず今のこう身分というか、大学生だと思うんですけど、はい、どういう学部というかね、に進まれます？はい、東京慈恵会医科大学という場所の4年生ですね。まあ、慈恵ですね。そうですね。はい、まあ、私立のかなり名門の大学ですよね、都内の。今回は海城から医学生というまあ経歴なので、はい、お医者さんになりたいという小学生もいらっしゃると思うし、あるいは海城に興味があるという方もいると思うので、まあ、そういった方々に非常に参考になるんじゃないかなと思いますので、まあ、今回は動画に出てくださいということで、ブッキングさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずは中学受験についてなんですけど、中受っていつから始めました？3年生の2月です、ね。はい、うん、3年生の2月ってことは結構一般的なタイミングかなと思いますね。そうですね。そこで塾に入ったっていうことですか？はい。あ、どこの塾に？サピックス。あ、サピックス、やっぱり。なるほど。まあ3年生の段階で、それまでって何かされてました？いや、特にはやってなかったですね。あ、そうなんですね。はい、じゃあ1、2年生で例えば公文行ってたとか、そういうこともなく？ないですね。家で母が買ってきた参考書をやったぐらいですか、ね。うん、じゃあ計算とか漢字とか。そうですね。そうなんですね。じゃあそれ3年生で入って最初どうでした？最初結構下のクラスからスタート。まあそうですよね。苦労しましたね。いつぐらいから、まあ会場ってことは、まあ、真ん中とか真ん中より上のクラスじゃないと厳しかったと思うんですけど、どのぐらいの段階でこう上がっていった感じですか？徐々には上がっていってたんですけど、はいはい、5年生入る時ぐらいから会場を狙える位置なのかなぐらいに、うん、じゃあまあ3年生から入って、はい、3年生4年生の2年間ぐらいでコツコツ宿題やりつつみたいな。なるほど。クラスはどのぐらいでした？校舎によって違うので、はい、一概には言えないんですけど、はい、アルファのクラスに入るかどうかぐらい。なるほど、なるほど。じゃあアルファベットかアルファのまあ境目ぐらいな感じで。そうです。まあじゃあそれぐらいだったらね、確かに狙えますよね。うん、ありがとうございます。当時どういう子供だったみたいなのとかって覚えてます？例えば素直に宿題やる子だったのか、まあ、親とかに反抗しながら中学受験していたのかみたいなのって覚えてたりしますか？外ではいい顔してたんですけど、はいはいはい、家じゃもう全然やらなくて、あ、机の下潜って遊んでるような、はい、なるほど。本当言うこと聞かないような。まあじゃあ普通のね、そうですね、普通の小学男子ですよね。はい、なるほど、なるほど。じゃあ受験対策、まあそういった子供がアルファに行くために結構いろんなことやったと思うんですよ、実は。うん、そうやってこう苦労しながらもアルファにいるってことはそれなりにやってたと思うんですけど、何してたとかって覚えてます？宿題をしっかりやってました？そうですね、宿題と復習はしっかりやってたと思います。あ、じゃあ結構親御さんががっつり。そうですね、親がペースメイクというか、はい、なるほど、なるほど、してくれて。じゃあ基本的にはこうスケジュールを作ってくれて、うん、どんなことをこの日やりなさいみたいなことを指示出される感じですか？そうですね、うん、あと間違えた問題に関しては、はい、うん、それ用のノートを作ってくれたりしてて、はいはいはい。じゃあ結構4年生5年生とかその段階でもってことですか？そうだったと思います。そうなんですね。はい、まあじゃあそれがあるからしっかり宿題をこなせて、いわゆるこうマンスリーテストとかでもそれなりに成績が取れてアルファぐらいにいたと。本当親のおかげです。なるほど、なるほど。まあね、小学生でなかなかこう勉強のやる気が起きなくて、うん、机の下潜っちゃうみたいなのってよくある話だと思うんで、まあそういう一般的なねお子さんだったと思うんですけど、まあそれがこう親御さんの関わりによってなんとか頑張ってアルファぐらいまでいけたと。そうですね。結構厳しく言われてました？いやー、でもだいぶ放任ではあるんですけど、うん、ああそうなんですね。やることはやりなさいぐらいは、うんうんうん、言われて、で終わったら遊んでいいよって感じだったので、うん、あ、なるほど、なるほど。でもね、やることやりなさいって言われて、まあなんとかできてたわけですよね。そうですね。じゃあまあそこそこ真面目っていう感じかもしれないですよね。そうなんですか。ありがとうございます。まあ小学校6年生になると、まあ、当然受験対策すると思うんですよね。はい、で会場って第一志望校でした？はい。あ、じゃあその第一志望校に向けてどのような対策したとかって覚えてますか？過去問をひたすら何回も何回も、はい、あ、やっぱりこのちょうど今この時期ぐらい過去問をひたすらやってたと。会場ってちょっと覚えてるかわからないと思うんですけど、はい、社会の記述が特徴的だったりしますよね。そうですね。結構じゃあそういうのは添削出したりとかして先生にこう添削してもらってみたいなこともよくしてたんですか？そうですね、やってもらってました。あ、なるほど。じゃあ受験対策としてはやっぱり過去問をしっかりやって、添削とかに関しては先生に出してフィードバックもらってみたいなことを繰り返してたと。
そうですね、うん、まあ、結構ね、まあ、一般的な親御さんがこういうサポートしてくださいねって言われてることもサポートしてもらってたし、はい、まあ、それに応えるだけの幼さもありながらも真面目さもあったみたいな感じなんでしょうね。そうだったんだと思います、はい、はい、ありがとうございます。はい、では次は学校について会場について実際聞いていこうかなと思うんですけど、まずやっぱり校風ですよね。どのような校風だったってこう一言で言えることありますか？一言で言うならオンオフがはっきりしてるかなと思います。オンオフ、はい、うんうん、どういうオンでした？それで言うとメリハリがあって、はい、挨拶だったり、はい、制服の着こなしだったり、うんうん、という身だしなみの部分は注意されることがありました、うん、まあ、じゃあこう人としてとか社会的なルールとか、はい、まあ、そういったものに関してはしっかり教育してくれたと。そうですね。逆に結構じゃあそれ以外は自由というか校則とかっていうのはそんなにあるけどみたいな感じですか？そうですね、うん、ありますけどこれをダメとか強く言われることはあまりないかなと思います、うんうん、じゃああんまこう縛られる感じではないっていう。そうですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあこう人間関係についてですけど、はい、まあ、男子校なんで、まあ、ワイワイやってるのとかはもう全然想像できるんですけど、生徒同士の雰囲気ってどうでした？すごい仲いいと思います。和気あいあいして、はいはい、結構人数多いですよね、会場って一学年。そうですね、40人が8クラスで、はい、大体320とか、はいはいはい、300人以上いるわけですもんね、はい、クラス替えってどのタイミングでされるんですか？高2までは年に1回です、はい、で高2高3が同じクラス。まあじゃあその分離分けがあってって感じですかね。そうですね。なるほどなるほど。高1までじゃあ4回クラス替えがあると。はい。そこは結構珍しいかもしれないですね。そうなんですか、うん、ってことはあんまりじゃあ関わらないことがないっていう感じですもんね。ああ、そうですね、はい、まあ、結構2年ごととかも結構あったりするんで、うん、そしたらクラス替えがそんなに多くないってなると関わらない生徒も出てきちゃうんですけど、300人いても、まあ、そこそこいろんな人と関われるみたいな、うん、あ、それは結構いいかもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。あとは先生との関係、はい、このあたりいかがですか？しっかり注意するところはしてくれるんですよ、うんうんうん、けど、うん、それ以外のところでは距離近く仲良くやってる感じです、ね、なるほど。じゃあまあ信頼できる先生が当時はできました、この6年間の中で。いやー、何人もました、ね、それいいですよね、はい、まあ、いわゆるこう恩師と言えるようなね、先生と出会うこともできたってことですね。ちなみに部活は何をされてました？中学野球やってて、はい、高校ラクロスで。高校ラクロス、はい、高校の、まあ、硬式野球部には行かなかったっていう感じですね。そうですね。そういえばそのね、会場ってなると今年のね、あの高校野球すごいいい成績を収めたっていうので話題でしたけど、僕の中では会場ってすごく部活に一生懸命なイメージがあるんですよ。それ野球部もラクロスも関係なく結構みんな一生懸命って感じでした。そうですね、文武両道と言いますか、うん、あ、しっかり両方やる人が多いですね。そうですよね。まあ、僕の母校なんかは野球部だったんですけど、はい、普通野球部ってほぼほぼ毎日部活やるっていうのがまあ結構デフォルトなんですけど、僕の学校はそんなにできなかったんですよね。週3とかだったんですけど、会場はしっかりやりますよね、練習。そうですね、結構やりますね。だからそれラクロス部も結構そうですか？さすがに野球とかには負けますけど、はい、放課後週2、うん、週3、朝週2、はい、週3ぐらいでしょ。ああ、じゃあまあ週で言うともうほぼ毎日って感じですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます。あとまあ授業についてなんですけど、はい、何か印象的に残ってる授業とか、はい、授業全般的にこういう授業だったみたいなのってありますか？特に印象に残ってるのが、はい、中学の社会の授業でレポートを書くんですよ、うんうん、それが4000字とか4000字とかで、中学生にとってはもうすごい量で、しかも手書きですよね。そうですね、中からワープロになってたかもしれないです、うんうん、はいはい。実際例えば自動車についてのレポート書きたかったら、うん、自動車の企業の方にインタビューしに行って、うん、実際にお話を社会人の方に聞く機会があったので、うんうんうん、将来について考えるきっかけになりました、ね、こういわゆるこう探究の授業みたいな感じですかね。そうですね、はい、何かこうそういうのできっかけとかあったんですか？いろいろありましたね、うん、医療的な僕が医学部行ってるんで、そうですよね、そういうテーマの時もありましたし、うん、まあ、確かにね、あんまりこう将来について考えない、ただひたすら勉強してるだけみたいな感じじゃなくて、自分の将来にもつながるような授業もあったってことですか？そうですね、うん、それいいですよね、はい、ありがとうございます。あとはまあ学校についてっていう話でいくと、行事ですね。何か印象的な行事ってありますか？平和学習。平和学習というものがあってですね、はい、広島とか長崎とかの原爆地とか戦地に実際足運んで、はい、実際被災された方々のお話を直接聞くっていうことがあって、すごい印象に残ってます。まあね、その辺の教育っていうのは行かないと分かんないところありますし、学校で行かないと一生行かないみたいな人もいますもんね。
多分そういうのはやっぱり確かに記憶に残ってるっていうところで、あとはやっぱり男子校っぽく体育祭とか文化祭とか、そのあたりどうでした？いやー盛り上がりますよねそうですよね、はい、もう命かけますもんね。そうです、ね、はい、なるほど、ありがとうございます。次はですね、会場の、あまり言いづらい部分もあるかもしれないんですけど、はい、いいところとこれはちょっと好み分かれるんじゃないかなみたいな、その辺について伺いたいんですけど、いかがですか？はい、いいところはですね、うん、個性を尊重する風潮があるところですか、ね、うん、はいはい、なるほど。個性を尊重するっていうのは、はいはい、まあ、生徒同士も先生も、はい、校風全体もみたいな感じですか？そうですね、うん、出る杭を伸ばすような文化があって、なるほど、ちょっと変わってる子がいても、はい、あ面白いねって言ってみんなの輪に一緒に入れてあげるみたいな、そういう文化が僕はすごい居心地よくて楽しかったですね、うん。確かに僕の周りのその会場の卒業生ってすごい個性的な人が多いなっていうのは思っていて、もちろんみんなね優秀で本当に勉強はできるんだけれども、本当ちょっとこれね頭おかしいじゃないかみたいな人もまあ中にはいるみたいな感じで、僕それが結構いいところだなというふうに思わなくもないですよね、うん、はい。じゃあ次は好みの分かれるところというところで何かありますか？僕自身会場大好きなので難しいところではあるんですけど、うん、強いて言うなら立地ですかね。あ、新宿の隣の新大久保っていう駅にあるんですけど、はいはい、うん、そこがちょっと治安があんまり、うん、まあそうですよね、そうですね、良くない部分もありますし、はいはい、あとは新宿の隣なので、うん、通学の電車がやっぱりどうしても混んでしまう、うんうん、で新大久保自身も最近韓流ブームとかで混むことがあるので、うんうん、そこが本当唯一挙げるなら、まあ、好みの分かれるところですよね、そこは。山手線圏内って結構珍しいから、それでめちゃくちゃ通いやすいじゃんって言って会場選んでる人もたくさんいるんですよ、はい、うんうん、で一方で逆にそういう栄えたところだからこそ行きづらいとかっていう方もいらっしゃると思うので、うん、まあ、そこは確かに好みの分かれるところですよね、まあ、いい悪いっていうよりかは、まあ、人に合う合わないが確かにあるかもしれないですね、そうですね、うん、ありがとうございます。では大学受験についてなんですけど、はい、進学校っていうこともあって東大の数とか医学部の数とか素晴らしい数字だと思うんですけど、はい、何かこう学校としてじゃあ大学受験の対策みたいなものをしてるとしたら、はい、どのような対策とかってありました？進学校によくありがちかとは思うんですけど、うん、高2の終わり、はい、高3の頭ぐらいで全てカリキュラム終わって、うんうん、そこからは過去問演習というか、はい、演習型の授業があるので、うん、はい、授業でインプットだけじゃなくてアウトプットする機会もあるので、うんうん、そういうところが。なるほど、まあ、結構その踏み込んだ話ですけど、はい、まあ、大学受験ね、理学部に行かれて、はい、すごい成績だったと思うんですけど、これって学校の勉強はどのぐらい寄与しました？どうでしょう結構正直な話ですけど、まあ、これ本音で中学受験なんで、はい、まあ、結構ね本当に上の学校、本当に偏差値がいわゆる高い御三家のような学校だったら逆にあんまり関係なかったっていう人も多いんですよ。あ、うん、で会場ってそこで言うと結構どうなのかなって分からないラインというか、はい、すごい大学受験対策もめちゃくちゃしっかりやってそうだし、はい、まあ、やってないと言われればやってないっていうのも納得できるしっていう感じなんですけど、その辺結構どうなのかなと思って。放課後に何々対策講座みたいなやつをやってくれてるんですよ、はい、やってるんですか、はい、へ、僕自身、はい、医学部小論文面接対策講座っていうものに行ってまして、へ、実際小論文書いて先生に添削してもらってっていう機会だったり、面接の練習とかもできるので、へ、それは本当に役立ったなと思います。すごいですね、はい、本当にそもそも中学受験のレベルは高いと。で、はい、その上でその子たちがちゃんと大学進学できるように学校でもちゃんとサポートしてるって感じですよね、おそらく。そうですね、手厚いと思います。なるほど、あ、すごいですね。なんか本当に優秀な学校だと逆にもう勉強なんて自分たちでやるでしょと、はい、だからもっとなんか面白いとか深いとか、はい、そういう風に進路を追わなかったりとか、そういう勉強をさせてる学校とかも結構あったりするんで、うん、そういう意味で言うとしっかりこう大学受験対策もしてくれるっていうのは、さっきおっしゃったような社会のね平和学習とかそういうのもありつつちゃんと大学受験対策するみたいな、すごいバランスの取れたカリキュラムなんだなというふうに思いましたね。ありがとうございます。あとは結構リアルな話ですけど、はい、私立のね学校だと塾行かなくても行けますよ、塾行かなくても東大行けますよ、医学部行けますよっていうふうに売り文句にしてる学校もたくさんあると思うんですけど、実際その通塾率っていうのはどうですか？まあ、僕の肌感では結構鉄力会であの黒いリュックを持った子たちはたくさん見たんですけどそのあたりどうですかね？
まあ実際細かい数字わかんないですけど、はいはい、4分の3ぐらいは行けたんじゃないかなと。なるほど、まあ、最終的にですか。そうですね、4分の1いかないですかと思いますね。4分の1、そうですね、大体それぐらい。あ、すごいですね、はい、多分実際もうほとんどもう90何パーセント95%、98%塾行ってますっていう風な学校結構多いと思うんですよ。逆にじゃあ学校だけで行ってる子たちが4分の1ですもんね。あ、まあそれ具体的な話は置いといて、例えば感覚的に40人いたら10人ぐらいは自分でやってるってことですもんね。そうですね、大体そのぐらい。すごいですね。じゃあそれはまあ学校に頼りながらみたいな感じってことですよね。そうですね。ってことはまあじゃあ進学校の中では逆にかなり大学受験対策を頑張ってるなというふうな僕は印象だったんですけど、うんうんうん、なるほど。ちなみにその阿部さんは塾は行かれてたんですか。はい、そうですね、僕は行ってました、ね、医学部に向けたっていう受験対策の塾も行きつつ、はい、学校のそういう対策の講座も取りつつみたいな感じだったんですね。そうですね、それで両者で補い合いながらって感じです、うん、なるほど、ありがとうございます。あとは大学の進路についてなんですけど、まあ、医学部が多いとか理系がそもそも多いとか、東大がやっぱり志望、東大志望が多いとか、そういうのってあります？理系は多いんですけど、はい、特に特徴的なのは医学部が多いことかなと思います。やっぱり医学部、はい、数字見てもね、医学部の合格者すごい多いと思うので、やっぱりこう僕の中では医学部目指すと浪人しがち説っていうのが結構あるんですけど、あ、浪人率とかってどれぐらいですか？一浪は半分ぐらい、はい、半分いかないか、ね、あ、なるほど、まあ、じゃあそれなりにこう医学部を目指して、はい、まあ、浪人をしたりとか、まあ、東大を目指して浪人したりとかっていうのが、まあ、それなりにいてっていう感じですね。そうですね、ありがとうございます。はい、いろいろとお聞かせいただいてありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、会場の卒業生にお話を聞いてきました。まあ、会場について興味があるという方、非常に参考にしていただけたんじゃないかなと思います。今後も、このような動画配信していきますので、ご覧いただけたらと思います。今回はこんな感じで終わろうと思います。この動画が良ければチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご質問、リクエストございましたらコメント欄の方でお待ちしております。Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。中学受験に関するあらゆる悩みを直接先輩保護者、名門校卒業生にご相談いただけるオンラインコミュニティ学び場も運営しておりますので、概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。